Color in Japanese 色1赤赤まあ赤といえばね心とか血と関係がある印象がありますね。それだからかわかんないけど日本の歴代のヒーローは赤いヒーローが多い気がしますね。あの戦隊ヒーローのリーダーとかまあ仮面ライダーとかウルトラマンとか。に青私は青が一番好きですよ。もう2012年にキャプテンアメリカの映画を初めて見て以来青い服ばっかり着てますからね。もう青が似合う男ですよ。あれだな、もし私がジェダイになったら青いライトセーバーを持ちたいな。3黄色黄色い服は私は着ないな。黄色って眩しいよね。4緑結構日本では名前に使われますね。女性の名前で緑さんとかあと JR の緑の窓口とかあと私の中学校が緑中学校という名前だったんですよ。それでもう安直にも制服も緑でまあダサかったですね。私のトラウマです。5茶色好きな色は？と聞かれて茶色って答える人を今まで一度も見たことがないなんだろうね、茶色って地味というかちょっと汚いイメージがあるのかな。まあでも私茶色い上着は結構好きですけどね。アメリカ南部風で。6紫俺は紫の服は着ないな。まあこれ完全に偏見ですけど紫の服を着てる人とか髪が紫の人ってちょっと癖が強い人が多い気がしますね。あでも紫のライトセーバーを持つ最強のジェダイメイス・ウィンドゥは大好きです。はい。で、俺スター・ウォーズ好きだな。7白私結構白い T シャツも着ますよ。白も好きですよ。まあ白といえばね、なんというか純粋な綺麗な印象がありますかね。あでもさ、ちょっと聞いてくれる？最近ちょっと白髪が生えるんですよ。わかりますかね。だから時々切ってます。はい。一体何の話だ。8黒はやっぱりちょっとダークな悪いイメージがありますね。例えば心が黒いは性格が悪いという意味ですからね。でもヒーローもので主人公の黒いバージョンの敵が現れたらなんかかっこいいですよね。仮面ライダー龍騎に対する龍がとか仮面ライダーカブトに対するダークカブトとかね。あーたまんないですねあれね。9金はね欲しいです。皆さん私に送ってください。
銃、銀、銀。ああ、銀も高いですよ。しかも銀の弾丸で狼男を殺せますからね。覚えておいてくださいよ。11、ピンク、ピンク。ピンクって完全に英語だよね。昔の人は桃色と言っていたんですけど、もうね、最近の人は言わなくなりましたね。今はみんなピンクと言っていますね。12、灰色、灰色。灰色っておじいさんのイメージがありますね。わしは灰色のガンダルフじゃみたいな。うん、皆さんの好きな色は。はい、じゃあコメント欄に理由と一緒に書いてくださいね。意外に私はちゃんと読んでいますからね。東大前日本語は政府から CEF と QR2 の公式認定を受けました。日本語に興味がある人は今すぐ東大前に連絡を。我々と一緒に日本語を勉強しましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、また一緒に日本語を練習しましょうね。